空手道の問題で、前回は宗家家元会議松濤館土地合流和道使徒土地フルコンタクト、今日はフルコンタクトの、問題で、革新会館のこれがフルコンタクトの源流であるという、これについて話をしたいと思います。使徒流とか合流流とか和道流とか諸都館という流派は伝統空手として戦前から日本にあり、その流派は武徳会に所属しておったわけであると。フルコンタクト空手というのは戦後昭和31年2年に大山増達によってスタートされたものであり、そのルールは顔面を打ってはいけない、顔面以外はボディ、足は打ってもよいと。まあ、ということで、フルコンタクト空手は、極真会館という大山増達さんが創設者である。よって、家元は初代大山増達二代目、黒崎賢治、そして三代目、堂山初雄と今の牧久雄になり、現在は杉原、康政が家元になっております。なぜこのフルコンタクトが一つの組織に一本化できないか、で私はそれを考えて、大山増達が亡くなった時に、松井派と西田三平派に分かれて、当時は。松井派の中には松井、堂山とこうなってたわけです。こっちは、大山増達の夫人の千夜子さん、大山千夜子さん、こいつは藤巻淳という映画俳優のお姉さんです。そしてその奥さんの千夜子さんの娘に菊子という子供がおったわけです。で、その菊子と西田三平の三平が結構と恋愛関係になり、子供を産んどるわけだ、菊子さんが。まあ、そういう絡みで松井派とは対立した。この松井派の方には池袋道場で本部道場を彼は引き継いでおる、かつ1億4000万円のグレートマウンティン、大山だからグレートマウンティンという株式会社の口座に1億4000万円が積み立てられておる。この1億4000万円は世界中の黒帯から集めた積み立て金である。全世界の黒帯の人が、日本人も含めて、いわゆる大山増達さんの弟子が供出した金であると。そこで千夜子夫人は、その金は松井商家のものではないと、大山家のものだと同時に、西田三平派にもその使う権利があるということで、ここで金の取り合いで対立したわけです。その時に松井商家は私のところに相談に来て、なんとかこの問題の解決をお願いしたいと
いう場面があったものだから、私は千秋子夫人を呼び相談したと。そして三平という殿吉子の、一応愛人になっておる三平刑事、そういう人たちも呼び、千秋子夫人も呼び、この一億の千万円をどのように処理するかについては、私の提案で三峯神社に大山抹殺の懸賞碑を作ったらどうだと、こう提案したわけです。三峯神社は大山抹殺ゆかりの山である。そして、歴史的にもその記録は残されておる。よって三峯神社に記念懸賞碑を作ろうと、まあ、いうことから、三峯神社に交渉にあたり、そして、OK を取り、大和武尊の御事のいわゆる石碑の横に大山抹殺の懸賞碑が今でも立っています。それを決めたのが私です。よって1億4千万円はそれに使うと、まあいう形で解決したということがあるわけです。しかし今たくさんのフルコンタクトがいろんな形で発展して、いろんな方々が名乗りを上げている。25年前に私は日本フルコンタクト空手道連盟というのを作ったわけ。その時のメンバーがマックの渡辺さんとか、有志会の松井さんとか、百年会館の杉原さん、いろんな方々が集まってこれが出来上がった。しかし李郷修さんの名が現在も今続いております。しかしまだそれに加盟してないところもたくさんあるから、空手がバラバラじゃダメだから、すべてのフルコンタクトは、いわゆる極真、いわゆる新極真、緑拳児は中心とするグループ、そして百年会館を中心とするダブル系を、これを合体して大同団結すれば、日本、世界のフルコンタクトの空手の一本化が実現するのではないかということを、提言いたします。フルコンタクトの関係者の方々はよく参考にしていただきたい。